たいと思います。はい、本日 PPP、PFI について質と量の両面からさらなる拡充を図るため、新たなアクションプランを決定いたしました。PPP、PFI は民のノウハウを官に生かすことで、社会課題の解決と経済成長を同時に実現していくものであり、新しい資本主義の中核となる新たな官民連携の柱として強力に推進していきます。アクションプランではまず第一に事業件数のターゲットを現在の5年間で70件から10年間で575件へと大幅に拡充いたします。これにより事業規模目標30兆円に向けた今後の道筋を具体化していきます。第2に水分野の取り組みを強化します。上水道、下水道、工業用水道において新たな方式であるウォーター PPP の導入を進め、コンセッションへの段階的な移行を推進します。またハイブリッドダムにより再生可能エネルギーの活用を拡大し、官民連携で水力発電設備の整備を進めます。第3に既存ストックを再生するスモールコンセッションや老朽化した自衛隊施設の集約建て替え、さらには道路、公園、港湾、河川、漁港など PPP、PFI を活用する分野を拡大していきます。岡田大臣においては関係大臣と連携し本日取りまとめたこのアクションプランに基づき迅速かつ強力に諸政策を推進するとともにしっかりと進捗管理を行ってください。以上です。はい、ありがとうございました。それでは